つ謝罪したいことがあって、一つパーツを買い忘れてしまいました。はい、ということで、ちょっと今日は完成まで至らないので、リア編と、あとはこちらの前回作ったフロントの AT ピボットバンパーの調整までをやっていきたいと思います。それでは早速いってみましょう。今日もまた、とある方の改造を参考にさせていただきたいと思うんですけど、今日は皆さん大好きミニ四駆のレジェンド龍一さんの俺のアバンテシリーズの一軸バンパーをやりたいと思います。フロントの改造した時にコメントでね、一軸アンカーっていう声が多かったんですけど、一軸アンカーはいろいろ調べた結果ちょっと難しそうだなっていうのがあって、最初一軸からやってそれで走らせて、後々アンカーが良かったらアンカーにしていきたいなと思います。でね、使うパーツはこんな感じなんですけど、フロントをワイドしてフタっていうと、これは穴の拡張のために使うリアマルチワイドして、ボールリンクマスダンパーというやつを使って一軸を作っていきたいと思います。まずはステーの接着からやっていこう。私の大得意な接着から。じゃあこれを2つ付着していきます。瞬間接着剤、これを使っていくよ。この前に水をつけないといけんな。シグワークスさんのジグだったかな、あるらしいんだよ。椅子がもともとちゃんとまっすぐじゃないから、椅子穴で止めるよりそのなんかジグ使った方がいいらしいけど、ないのでミス止めます。よし、ミス止め完了。瞬間接着剤をちょっと流しておいて、あ、これが使ってるやつ。こんな感じ、すごい面白い形してる。まずここにビスを通してスペーサーを入れて、家にあるので買ってきちゃったっていうね。明らかにビスの長さ足り、明らかにビスの長さが足り、ここにこれ入れてから入れなきゃいけなかった。間違えてこのまま閉めちゃった。そしたら今度はこちらの FRP マルチワイドリアステーをこれと重ねてリストにします。マルリアステーにビスを通して、よし、きれいにまっすぐ穴が開けないと。電動しか勝たん。電動でやります。何やって作業、絶対にこうやるわ。うわ、早いわ。やっぱこれのこうなってるから、こっちから穴開けたい。椅子を逆に付けます。こうやって学んでいく。どっちの方向に椅子を取り付けたらいいのか学んでいく。 OK。 そんでこう置いて、いけるかな。はい、そうそうそう。やばいよ。やばいな。
緊急事態、カメラが停止するっていう事故が起きて途中撮れてませんでした。今はここのねセンサーをつけて、ね、ロックナット閉めてちゃんと動くのかっていうところまでやってます。さっきここにつけた時にこのステーサーのこのステーが当たっちゃってて、で動きにくかったからここの部分をヤスリがけしました。それで動くかどうか、よいしょ、あ、いいんじゃない、こんだけ動いてくれれば全然いいんじゃない、多分 OK、 よし。で本当はここにブレーキステーを下につけるから完成ではないんですけど、一応一軸の完成でございます。こういう今日できる作業としてはこれで終了なんで、もう微調整をしたいんですけど、何をするかっていうと、スペーサーを切る技術がなかったら真鍮スペーサーを買いに行ったんですけど、今真鍮スペーサーつば付きのやつが下に入ってて、そのせいでこうなっちゃう、なんかスラストちょっと逆のスラストになってるって言ったらいいのかな。なんで真鍮スペーサーの方を上に取り付けた方がいいよって教えていただいたので、土を付け替えたりとか、あとはなんかね、物の緩みが目立つので、ちょっと締め直していきたいと思います。はい、それではこちらの2つ完成しました。完成ではないんですけど、一軸らしき何かが出来上がりました。ここに下にブレーキステーをつけて、後ろに乗せて、この状態で動くってことは、この2本のビスを再生加工して、ブレーキステーね、そこに通してってやったら、多分同じ軌道をすると思うんですよ。ブレーキステーの再生加工がしっかりと。で、あとこっちのね、真鍮スペーサーを上にしてみて、やったらちょっと、上に固まってくる。ただ、なんかやっぱアルミスペーサーと真鍮スペーサーの幅がね、やっぱ若干、違うなと思って、ここもね、後々なんかアルミカッターなりのものを買って、アルミスペーサーをカットして、アルミスペーサーとアルミスペーサーにしたりとか、これはもう走らせて、壊れたら作り直したいと思います。なので、一応フロントとリアの形が見えてきました。次回、いよいよ MS フレキの作業に入りたいと思います。それでは、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。以上、ミューズミニアップ部大賀ひかたでした。バイバーイ。やっとね、忘れてしまったブレーキステー買ってまいりました。なんでこちらのブレーキステーを加工して、一軸完成させたいと思います。こちらのブレーキステーにサラミス加工をしていきます。OK かな、綺麗に入ったんじゃない、よし完璧。こう、はい、こういう形で入れたいんですけど、このねブレーキステーが邪魔して一軸が稼働しないので、ブレーキステーの脇を切り落とします。めちゃめちゃ綺麗に切れた、すごい。よし、取り付ける。できた、一軸完成しました。これで多分 OK、 動くし、ちゃんと動くし、でこれをあれ、いいかな、取り付ける後ろから、はい。